今いるポイントが蘇内っていうポイントです。蘇内漁港。蘇内の。そう、ここはもう地質的高い高いところで、はい、ずっと来たかったんですけど、もう雨も強い、風も強い、やっとまともな天気になったってことで、はい、最終日、ほぼ最終日。やっと太陽見た。ということで、で釣りをします。で、普通に釣りをするんじゃなくて、もう今日最終日なんですよ、もうほぼ。はい、だからどうしても一撃一撃でハールさんにもうたくさんの数釣ってもらいたくて、はいはい、ここで俺考えました。それが、はい、ドン、これわかりますか？ハリさんいつも大好きお世話になってる胴付き仕掛け。これ失礼じゃない、はい、このハルオが仕掛け全部切るみたいな、はい。これ全部替えとかじゃない、これ全部本命、本ちゃん。あ、わかります？34袋一気につけます、一つの仕掛けに。100本、針100本、トータル102本。針を102本入れたらさすがに10種類ぐらいは一撃で埋まるんじゃないかな。どんなに釣れないやつでも釣らしきれると。あ、そうそうそう、なるほど。失礼じゃないそれ。ハルさんならやってくれると思うんで、これで何を、はいはい、何をやってくれる。一撃10種。いや無理っしょ。いや分からんじゃん、10匹はいけるでしょ、100本も張り合ったら。じゃあいけそうだ、いけそう。じゃあ何、いくつか釣れそう。10頭したら1回は釣れるでしょ、うん、ちなみに、うん、85センチなんですよ、うん、85×3 34 3倍に240 2400 24m。 水深 24m ないと使えへん、これ。俺遠投するんで。あ、遠投するわけ。遠投するから斜めに 24m あればいい。あ、なるほど。で、しかも 24m の仕掛けってさすがに竿で投げきれないと思うんですよ、うん、だから、はい、俺元野球部だったんで、うん、投げます、俺が。あ、こうちゃんの耳にかかればいいの。投げてるじゃん。かかるからさ、一応マジであり得る。やってみましょうか。これは期待できるんじゃないでしょうか。オッケー、はい、100個も餌つけんときの。そう、餌も100個つける。大変だ、地獄。じゃあ俺はもうちょい簡単な仕掛けを作ります。お願いします。マジで。じゃあ俺ハルさんのためにやるから。ありがとう、一緒に手伝って。俺はハルさん絶対釣ってほしい。楽しい、なんか俺の歯が抜ける。面白そう。面白いよ、多分。バズるよ。結構面白いと思う。でもやりたくない、絶対。今いくつ目？いっぱい。もう覚えてない。はい。よいしょ。しまった、間に合わんかった。まだ始まってないよ。だから間に合わなかったな。始まってないよ。始まってない、間に合ってないわけよ、だから。びちょびちょのお知らせ。エサつきました。で、こうちゃん次何やるんですか？守りをつけます。守り。あ、大丈夫、携帯濡れてる、大丈夫。100個つけた。100個つけた。見てくれ。まあ、見えるかな。なんかスーパーコイのぼり立ってる。スーパーコイのぼり。うわー、やべ。すげー。ハテナのコイのぼり祭りやんけで。はい、呼びで押さえてます。
けて俺が投げるから着底させて、で竿はなるべく下に向けてください。で投げた瞬間ベール離して竿下に、うん、オッケーいきますよ。はいハーレーさんに、うわー半分ぐらい OK OK 半分ぐらい OK 落ちて今こんだけやったら釣れるでしょ。 OK マイティーちょこっとあった方がいいんじゃない。どうするじゃあちょっと待ってよ。あ当たる当たる当たってる当たってる当たってるよ。100個あるから1匹かかっただけじゃもったいないから、ああまだまだだよ。10匹来たなと思ったら巻いて一番先がこっち見える。あちょっと開けようね竿。ほらほらほらちょうどいいぐらいちょうどいいぐらいいいぐらいいいぐらい OK。 あ当たってる当たってる。もう開けちゃう開けちゃう。あ、モリが餌巻いてくれてる。いいね。あれ来たのどこから。あ、当たってる当たってる。これじゃ何匹かついてんじゃないもん。ついてると思う。それか1匹しかついてなかったりな。え大丈夫するよ、ハルさんも一回やってみる。ちょっと早巻き早巻き。あ、怖いこと起きた。よし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 。あ、取れた取れた。よしよし。魚いる？分からん。とりあえず根掛かりしないように巻く。あ。やばい。あれだ。仕掛け仕掛け仕掛け。はいはいはい。そこのいる？あ、ついてるついてるついてる。そう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 。いるいるいる。魚いる魚いる。そう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 。ほら。やったー。あれだ釣れてる釣れてる。やったやった。やったやった。ほら。上げて。上げながら横に落としていって。すごいの。イエーイ。やめた。シャー。百分の一着目？百分の一ゲット。シャー。釣れた。100個投げて一匹。イエーイ。よし。よし。よし。じゃあこれ図鑑いるかどうか。ちょっと今図鑑忘れたんで、じゃあ戻ってチェックします。この子はリリースします。逃がします。はい、つけ直して餌つけ直してもう一回やろう。 OK、 もう一回チャレンジ。 OK、 第2ラウンドなるべく高いところから投げた方がいいと思うんで。 OK、 ちょクーラーの上から投げようね。離してって言ったら離せよ。 OK、 アルタもっとピンピンにやってもらっていい。せーの、当たってる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 。あれ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 。餌はない。餌はほとんどない。ノーフィッシュだ。あ、くそー。あるさん、手前に落としてみる。手前に横に引く。あ、それがいいかも。ね。手がかりしないかも。オッケー。ラウンド3は、ちょっと投げたら手がかりとか、うん、他の針がよくかかっちゃうから、もう今度気を攻めていこうかなと思います。あ、正しい。ね、ただし100本ただし100本バリ。オッケーオッケー。じゃあ手前落としまーす。トン。オッケー。お、餌が綺麗に入った。おっしゃー。いったよー。だるぞ、気持ちいい。糸張る？糸張らない感じで。張らない感じ。じゃあそのままベール開けっぱで。ベールは閉めて。ここに本部。おお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 お
食えたぞ、食えたぞ、食えたぞ、こーちゃんあげて、あ、いる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 、よし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 、なんか黒い、なんでしょうか、赤いラブちゃん、胴突きすごいぞこれ、めっちゃ面白いな百発百中だ、これぞ百発百中ってやつ、ちょっと絡まっちゃってるけど、ハルさん見てこれ、これ錦、錦じゃない、やっさー、すごい、これ錦ブダイじゃないかな、写真撮りましょうね、これも、これちょっと種類新しいやつかも、ハルさん、もう一発行きましょう、もう一回、あ、モリも餌まいて、入れますね、これ、これちょっとハルさんあれしましょうか、一回当たり来ても、うん、放置して欲張り情報、目指せは2匹以上、うん、10匹10匹、ね、ありがとう、また餌つけていきますか、ラウンド4いきますか、はい、あよし、第5ラウンド、これ5回目だよね、オッケーよ、オッケーよ、はーい、いい感じ、よし、ちょっと今回ピンピンに貼ってみますか、ちょっとじゃあ後ろ寄るよ、ちょっと指ドラッグしながら、うん、当たってる当たってる、我慢我慢我慢、ちょっとベール閉めます、ちょっとちっちゃいかも、あ、立ってる、餌取られたな今38番目の餌取られた38番目の餌取られた、ちょっと見切られ始めたのかな、確かに飽きてきたのかな、同じ餌だからな、また100連だろうみたいな、あ、来た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 、うわ、やばいやばい、食った？食ってる、食ってた、あ、来てる来てる、おい、やばい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 、あ、外れた外れた、でかいの来た、あ、根に入ったかも、入ってない入ってない、え、マジ引けない、入られた、入られてるかも、こうちゃん一回手でうわ、めっちゃ引っ張られた、すごいな、あ、切れた、あ、切れた、あ、いいや、じゃあちょっと後ろ下がろうね、続きまして、おもりなしです、さあ、オッケーですか、はい、ハルさんストップ、糸落とさない感じで、糸落とさない感じ、これは軸に当たりが分かるやつだな、そうだね、重み感じないから、ああ、当たってる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 、うん、ああ、ノーヒバイバイ、おっ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 、逃げ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 、めっちゃ逃げ、オッケー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 、おっしゃ、来い、取られた、あ、まだいい、上がってる上がってる上がってる、オッケーオッケー、おー、やばい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 、でかい、目に入れるよ、でかいでかい、あ、どんなかな、わかんない、青い、イラブチャーだ、めっちゃ泳いでる、おっしゃ、あとはこうちゃんが開けないと無理だこれ、そうだったここまで近い、あ、いらんじゃない、うわ、まだ走ってる、あ、カッポレカッポレカッポ、あ、どう、エラップのやつ、カッポレカッポレ、カッポレ、熱い熱い、めっちゃ熱いめっちゃ熱い、タモテンション貼った、テンション張ってるけど、ね、こいつこっち来るもん、おーしゃしゃしゃ、待ってよ待ってよ待ってよ、はい、入った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 、オッケー、オッケー、イエーイ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 、やったよっしゃー、そう、一発出してみよう、あら、まあ、これ、絶対埋まってる、よっしゃー、黒いガラ、初めて見た、よっしゃー、これは絶対埋まってる、これやばい、やったー、これ珍しいよ、マジ、うん、どんぐらい、結構いない、結構いない、マダラタルミより珍しい、へえ、そうそうそう、全然
めっちゃ最後にいいの撮ったんじゃん。ね、これのでっかいのがいたわけさ。40ぐらい、ね、うん、でっかいのいた。40ぐらいです。うわー嬉しい。これ堤防でできるんじゃない、もうこの釣り結構。これ結構使えるかもしれない。はやる？はや、結構金かかるけど。結構金かかるけど、多分1万ちょいかかってるこれ。1回1万円超える。嬉しい。やったね。ナイス。持ってから取って。カッポレ。これ。ええー。マックル。すごい。11種類。やったー。今なんとハイサイ探偵団この店舗に。マルハズブ。魚釣りを持ってくるの忘れてます。そうなんですよね。すごい。コウちゃんありがとう。コウちゃんありがとう。おめでとう。ハルさんおめでとう。じゃあ今日も。俺が餌撒いたからコウちゃんが仕掛け作ったからどっち。カメラ回してから。イエーイ。あ、今回接待釣りどうだった？確かに。気持ちよかった。明日もよろしく。次の与那国のために逃がしてあげる。しました。うん。あ、泳いでる。泳いでる。バイバイ。終了です。はい、終了でございます。お疲れ様でございました。じゃあちょっと片付けして、はい、戻ります。どうしようか。いや、今日面白い釣りできましたね。楽しかった。社長、社長って誰？社長、まだ社長。大将、大将、あんたが大将。社長どうですか、満足？ご満足ですか？いやー、はい、物足りないですね。欲張りだ。じゃあ片付けして、はい、戻りますか。はい、はい、ちょっと戻ってから、うん、図鑑見ますか。あ、はい、そうだね。はい、戻ってきました。ありがとうございます。はい、徳ちゃんもちょっと仕事終わりで、で早速一匹目の写真見してもらっていいですか。まずやらないといけないことがあります。こいつのサインを消す。サインを消すのは初めてだわ。これ2匹ゲンナーっぽいよね、でもこの形、うん、ちょっと、はい、あ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 、尻尾似てる。あ、こういうの携帯の名前は何？月のアブダイ。これで検索しました。これ月のアブダイ、これかもしれない。形は似てるけど、月のアブダイっぽい。やっぱこれ、うん、月のアブダイっぽい。あ、あ、ぽい。やぶちゃまんまやんけ。やぶちゃやん、これ。明日の朝までに調べてから。今森森さんに送りました。他のも見とく。確かに今のうちの他の。こいつ言っとくでしょ。錦かブチだと思うんだよね。これ錦か。錦っぽいけどね。錦赤いのもいるわけよ。むずっ。こうちゃんが検索した錦ブダイ。赤と青いだ。この模様が錦ブダイっぽいわけよ。この模様が。なんかちょっとなんか変な模様してるよね。なんだろう。で結果そこいる？錦ブダイはいるけど、うん、色が違う。錦ブダイだと思うんだよね、これ。錦ブダイメス。メスは地味な茶色をしているが。あ、じゃあだる。メスだ。メスっぽい。錦ブダイのはずなんだよ。錦ブダイのメス。え？うん。茶色だ。茶色。茶、赤茶色っぽいよね。ネットで出てくる錦ブダイのメスって。大事だな。見れば見るほどかな。あ、ブチかもこれ。ブチってどれだ？これ。魚くんのライン知らんかな、誰か。はい。はい。帰りますね。帰ります。結果、11種。11種。まあ。いい出来じゃないですか。良かったんじゃないですか。確かにあの天気でね、11周も見たらいいんじゃない。ほぼ雨でしたからね。これ、うん、晴れだった時のこと考えたら恐ろしいよな。20周行ってたかもしれない。確かに確かに。てか、ハールさんのあれどうだった？イラブちゃん、イラブちゃん1匹は合ってて、はい、もう1匹は分からんっていうことで、多分図鑑に載ってるか載ってないかなんと見えないから、はい、飲むか。お見送り、お見送りで、お見送りだ。じゃあ11周。はい、お疲れ様でした。最後です。はい、はい、じゃあ今回は、はい、
与那国島で釣り塚を埋めようっていう遠征でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。